はい。2022年も残すところわずかとなりましたね。いよいよこう、冬休みに入っちゃった学生さん、そして社会人の方もいよいよね、クライマックス、いやいや三が日も仕事だぜって方もいると思いますけど、ですね、いよいよね、あと残り3ヶ月ぐらいになった 3DS、WiiU の、eShop のね、閉店ですよ。で、今回はですね、ダウンロードコンテンツというものですね。意外とバーチャルコンソールとか、ダウンロード専用ソフトはね、スポットが当たるんですけど、ダウンロードコンテンツって忘れがちなんですよね。で、ちょっとね、要注意なダウンロードコンテンツを集めてみました。ということで、スタート。さあ、ちょっとね、セール情報を見ておきたいと思いますが、まず 3DS。3DS はね、結構いいものがセールされてますよ。セガだったりね、シルバースター、フライハイワークスとか、レイニーフロッグ、ジョイフルテーブル、はい。ケムコさんもね、頑張ってます。トム・クリエイト、ママシリーズ、マーベラスですね、マーベラス。10タイトルですよ。かなりお安いですよね。スターサインといった感じでしょうか。で、WiiU の方もね、セールやってます。ただちょっとね、寂しい感じではあります。ちょっと WiiU の方もね、チェックしてみたいと思いますが、こんな感じになってますね。ここポチッと押すと、WiiU の現在セール中なものがチェックできます。欲しいものがあるでしょうか。100円だって。100円ね。X タイプ。R タイプじゃないんだ。チャリソーとかもありますよね。定番のケムコだったりね。レイニーフロックさんなんかも出してます。フライハイワークスさんも出してますね。いよいよね、残り3ヶ月となりましたんで、3DS、WiiU のね、e ショップ。で、今日は、主にダウンロードコンテンツについてね、見ていきたいと思います。結構バーチャルコンソールとか、そのハードのね、専用のダウンロードソフトなんかはチェックしてると思うんですけど、意外とね、持ってるんですけど、ソフトね、カードだったり、ディスクだったり、持ってるんですけど、そのダウンロードソフトを、ダウンロードじゃない、ダウンロードコンテンツですね。ダウンロードコンテンツを忘れちゃってるという方がね、ちらほらいるという話でしたので、ダウンロードコンテンツをね、ちょっと見ていきたいと思います、今回は。で、今はね、セール情報です。この中で欲しいなと思ったら、現在はお買い得なものがいっぱいありますんでね、デッドハウス再生なんての100円ですよ。100円ではなかなか作れないと思いますんでね、これを最後にダウンロードしてみるのもいいと思います。で、こんな感じです。WiiU の方はちょっとね、少ない感じがしますね。Nintendo ソフトをね、セール最後打ち上げてくれると嬉しいんですが、どうでしょうか。ということで、今日はダウンロードコンテンツ。でね、3DS で忘れちゃいけない、このね、Fire Emblem シリーズを持ってる方。特にね、なんと3部作、繋がってないんですけど、話はね、3DS で3作出ましたよ。この3作、いずれもダウンロードコンテンツがあります。ですので、まだね、買ってないという方は、ぜひともね、ダウンロードしておかないと、後で買いたかったと思っても、買えません。特にね、こちらの Fire Emblem If なんかはね、第3のシナリオがね、ダウンロードコンテンツとしてあります。ということは、あと3ヶ月しかダウンロードするチャンスがありません。ということでね、ぜひね、Fire Emblem シリーズ、持ってる方、または気になってる方は、要チェックといった感じです。Fire Emblem つながりということで、幻影異文録、シャープ FC の方もね、FC じゃねえや、FE の方も、チェックしておきたいと思いますが、こちらもね、スイッチで出てますけど、ですね、WiiU だけのダウンロードコンテンツがね、こちらあります。ですので、このソフト持っている方はね、ダウンロードコンテンツ要チェックです。さあ、マリオカート8、こちらはねスイッチ版がありますんで、いらんわという方が多いとは思うんですけど、いや WiiU でやりたいという方がいるかもしれません。ちなみにマリオカート8デラックスでは静江さんとかね、リンクなんかのダウンロードコンテンツが込みで発売されてますんで、特にね、必要ないんですけど、WiiU 版はね、ダウンロードコンテンツとして、静江さんとか、リンクなんかがね、配信されました。ということは、3月ですね、来年の3月を超えてしまうと、残念ながらこちらの静江さんとかね、リンクなんかを WiiU でプレイすることができなくなってしまいます。こんな感じでね、実は結構ダウンロードコンテンツというのが WiiU の時代出てましたんで、要注意といったところでしょうか。では次。そうですね、やっぱスマブラですね。スマブラ 3DS、WiiU。ダウンロードコンテンツといえばもうスマブラでしょうかね。かなり追加のキャラクターとか追加のステージ、追加のコスチュームなどなど様々なダウンロードコンテンツが配信されています。特にキャラクターなんかはね、二度と手に入らなくなってしまうということになりますんで、どうしてもね、欲しいキャラがいるぞという方は、これを最後に残り3ヶ月となりました。ダウンロードしてみるのもいいと思います。まあね、こちらもスイッチでスマブラスペシャルの方で全キャラクターが登場してますんで、いらんわーという方もいるかもしれませんが、いや、WiiU にね、このスマブラの、あと 3DS か、コンテンツ、キャラクターなどをね、残しておきたいという方は、やはり同じく3ヶ月となりましたよ、残りね。スマブラは結構ダウンロードコンテンツがいっぱいありますんで、まあ買ってないよと。気になるキャラいたよという方はね、最終チェックといったところでしょうか。こちらはね、ちょっとニッチになってしまいましたね。ゼノブレイドクロスっていうやつですね。もうゼノブレイド3部作は全部スイッチに出てますが、唯一スイッチに出てません。で、こちらはね、ダウンロードコンテンツはコンテンツなんですが、特にディスク版を持っている方は要チェックということで、ですね、こう、読み込みがね、めちゃくちゃ早くなるダウンロードコンテンツがあるんですよね。で、そちらをダウンロードしておくと、ディスク版のね、読み込みがめちゃくちゃ早くなるというものです。ちなみにダウンロード版のゼノブレードクロスを買った人は特にその効果はありませんのでね、いらないんですけど、ディスク版ゼノブレードクロスを持っている方、これから急にやりたくなったという方は、そちらのね、高速ダウンロードコンテンツだったかな、なんかあるんですよね。高速化キットみたいなのがありますんで、そちらをダウンロードしなきゃ、すごいね、遅いんですよ。やっぱりこう、オープンワールドなんで、常にこう読み込んでます。で、先読みしておくんでしょうかね。そういった、ちょっとした追加システムみたいのが、ダウンロードコンテンツとして配信されてますんで。いや、ゼノブレードクロス気になってたぜという方も後々出てくるかもしれませんよね。ゼノブレード3部作スイッチでやり終えた方、あ、そういえばクロスがあったなという風になるのかは分かりません。まあ単純にね、個人的にはスイッチで出してくれよと思うんですけど、なかなか出ませんのでね。はい、ということでこちらもダウンロードコンテンツがあります。まあ、あとはね、もう本当いろいろあります。だから自分の持ってるソフトをちょっと一度ね、チェックする必要があるかもしれませんね。で、こちらのソニックロストワールドなんてのも、実はこう、無料でね、追加のコンテンツがありました。で、無料コンテンツも実はありますんで、そういったものもね、チェックした方がいいんじゃないかなと思います。で、当然ね、こちらの太鼓の達人なんていうのは、ダウンロードコンテンツ、いっぱいありますんで、曲とかね、これら、特にね、その当時流行った曲が多いと思いますのでね、あの曲ダウンロードしてないっていうのがあったら、チェックした方がいいんじゃないでしょうか。太鼓の達人です。で、こちらもそうですね、ニュースーパーマリオブラザーズ U の中に、ちゃんとね、任天堂がアナウンスしてます、下の方に。追加コンテンツ販売に関するお知らせということでね、2023年3月28日をもって終わりだよと書いてありますんで、まあこういった感じでね、ちょっと全部を探すのも正直大変なんで、手持ちのソフトをね、皆さんでぜひね、チェックして自分の持ってるやつ、あ、これダウンロードコンテンツあったっていうものも意外とあるかもしれませんので、まず手持ちのソフト、そしてね、インターネットを使ってチェックしてみるのもいいんじゃないでしょうかね。特にダウンロードコンテンツは二度と、サービスが終わってしまうと手に入れることができません。で、あとはお金ですね。もう 3DS、WiiU から直接ね、お金を入れることができませんので、スイッチ持ってればスイッチにね、入金すればそのまま 3DS、WiiU に反映されます。まあ、Nintendo ネットワーク ID をね、連動させてないとダメなんですけども、あとは、同じく ID をね、連動させておいて、Nintendo ホームページから入金しても、3DS、WiiU に反映されますんで、まあ、まだまだね、入金するチャンスはありますんでね、もし気になるダウンロードコンテンツがあったらね、もう一度チェックしてみた方がいいと思います。で、次回は、ダウンロード専用ソフトをチェックしたいと思います。そう、パッケージ版がないんで、eShop が閉まってしまうと、完全に終わってしまうというね、ダウンロード専用ソフトをね、ちょっと、これはぜひともっていうのを紹介したいと思います。いよいよ今年もクライマックス。ではまた。